その裏を。そろそろ進化と強化を全て済ませたら、何を心配してるのよ。スキルを鍛えて特性も強化すればいいじゃん。これも全部終わっちゃったら、冗談じゃねえ。ハクロンがユーモア感覚を磨いて誰を守れるって言うんだよ。怒ることないじゃない。成長の限界が来ると感じて焦っているようですね。このままじゃダメだ。俺はまだまだなんだ。では覚醒すればいいじゃろ。何を。前に会ったおじいさん。じいさん、覚醒って何なんだ。強化や進化を全て済ませた英雄が自分の限界を超えてさらに強くなることじゃ。覚醒ですか。覚醒まで達した。あ、私初号機で読んだ古い本。じいさん、覚醒ってどうやって。よかろう。欲しがってませんってば。運命なんかぶっ潰してやれ。ここが覚醒が起こる。そうじゃ。じゃが誰にでもできることではないぞ。まずは条件を満たすこと、そして素材を。ちなみに必要な素材は覚醒する英雄これらを全部満たすことで。神殿の解放に成功したらあとはとてもクリアですか。神殿は難易度が低くなるはずです。これ引きのこと。世界を救うことに比べ、それから晴れて神殿をクリアすれば自分の限界を超えて複数の覚醒スキルから一つ自由に選択して身につけられるぞ。もっと強くなれるんだ。喜ぶべきだろ。仲間と一緒なら問題ないさ。よし、やるぞ。元気あふれるわ。ではじじいは失礼するぞ。どうかこの世界を救っておくれな。世界を救う。私たちの成長のためにわざと現れたような気がしますね。ただのご老。大事なことは俺たちに次の目標ができたってことさ。さあみんな気合い入れて進もうぜ。そうそう、ディーンらしくていいじゃない。おう団長、ここにいたのか。なんと一足遅かったようですね。団長、こいつ誰。俺と同じ年ぐらいに見えるけど。東バラムのハクロー総指揮官、広報会団長だぞ。挨拶しなさい。はじめまして。おう団長、無礼を許してくれ。構いません。ディーンでしたね。村の件ありがとうございます。そしてリチャード団長、遠くから駆けつけてくださりありがとうございます。実に久しぶりだな。詳しい話は後でするとして、随分と急な応援要請だったではないか。何かあったの。ええ、東バラムの魔物の封印が解けました。なんてことだ。あの封印が古代魔法で守られ、近寄ることも容易ではないはず。確かなことは分かりませんが、古代魔法にかなり詳しい者の仕業と思われます。現在封印地域の周辺では異界の狭間から魔物が入り込み大混乱が生じています。
封印の復旧に全ての白狼が投入されましたが、半分以上が死亡または負傷。我々だけではこの事態を解決できない状況です。最近西バラムでも魔物の動きが活発になっている。その原因を調べていたのだが、東バラムの魔物の封印が解けたためだったのか。さらに近頃は領主になりすまして住民の生計を吸い取るようなやつ。この地を地獄にしたあの狂ったやつのこと。人間の生計を狙うあのイカれたやつは、チームが反逆罪で皇天国に滅ぼされた獣魔族奴隷村に。なぜここに。やつもその時に死んだと言われていたのに、一体どんな魔法を身につけたのかしら。ある人、やつはバーンホリスの冷酷な復讐を受けるべきなのよ。やつに地獄よりも苦しい思いをさせてやるわ。言いたいことだけ言って消えるところは変わっていませんな。話が長くなりそうです。とりあえず場所を移しましょう。バーンホリスが動き出したならば、そのシウンというやつのことはしばらくは任せるとしよう。誰かを追跡し殺す仕事において彼らほど長けた者はいないからな。はい、何より破壊された封印を復旧するのが先です。封印の近くではすでに魔物に攻撃されて多くの人々が死んでいます。黒い魔石のある地域はどうだ。封印地域と共鳴し魔物が急増しているはずだが。黒い魔石は霊物に守られています。魔物が手を出すことはできないでしょう。しかし魔石を守ることは白狼の最優先任務であろう。そのならば我々が魔石地域に応援に行くのはどうだ。ああ、全部隊が魔石地域に向かうより、豊富な戦闘経験がある団長の部隊は封印地域に向かっていただくとします。それからディーンたちをここから一番近い黒い魔石地域の風林谷に向かわせてはどうでしょう。そこには祖号級がありますが、現在は宮地が公務で不在のため他の地域より助けが必要なはずです。経験をもとに適切に振り当てる必要が。分かった、そうしよう。こんな俺たちも封印地域に。いい、団長の提案に逆らうのか。無礼だ。いやいや構いません。リーン、その情熱は高く買いますが、これも大事な任務です。風林谷の近くには多くの民家があり、魔物が増えると被害も大きくなります。今度もリーンの力が必要なのです。大事な任務。よし、はい、わかりました。単純すぎる。やはりまだまだだ。では皆さん、任務を遂行する前に聖火に残っている魔物を全て始末しましょう。私は祖号級に援軍を送るという初心を送ります。風林谷といえば霊物クルクがいるところだ。なかなかじゃない、カウル。王国図書館で霊物白書でも読んだのかしら。数十年前、皇天国と妖国の戦争当時、彼の眠りを覚ましたという一つの部隊が全滅したという文章を見ました。そう、彼はバラムの霊物の一つ、魔石を守るために神々の手で作られた生命体よ。強力な霊物に守られている魔石だから危険なはずはないのだが、ここで起こった出来事もただごとではなかった。いろいろと調べる必要がありそうだな。
クロウさん、お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。泣かないで、ちゃんと待ってたかな。うん、いい子ね。これからはお姉さんの言うことちゃんと聞くのよ。うん、そうする。ごめんね。ん？何が？私も白狼なのに、人々を救おうとしないで勇気のないところを見せちゃったと思うの。そんなことないよ。クレアは俺たちが怪我することを心配したんだろ。そうでもないの。本当は私、村の人々を助けることより自分が死んだらどうしようって、ただ怖くて。クレア、私も怖かったのです。ディーンとクレアがいたからこそ領主城に潜入できたと思います。実は俺もさっきの偽物の領主の前では怖くて剣を握っているのもやっとだったんだぜ。でもお前と諸葛雲がいたから、どうにか持ちこたえられたんだ。二人ともありがとう。照れくさいな。さて、じゃあ風林谷へ向かおう。そうだ、そういえば聖火には満月になると現れるという赤い怪物がいるそうですね。気になりませんか？なんだと？なら俺たちが先に探して退治しなきゃな。あんたたちね、命がいくつもあると思ってるの？